どうもしゅんです。こんにちは。今回は新潟就活チャンネルとのコラボ企画ということで、まだ就職活動を始められてない方であったりとか何もやってないみたいな人に向けた動画になっております。杉浦さんと曽和さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。人材研究所という人事コンサルティング会社の代表をしております曽和と申します。モザイクワーク代表の杉浦といいます。どうぞよろしくお願いいたします。新潟大学理学部理学科3年のちなりんと申します。現在新潟就活チャンネルという YouTube のチャンネルでキャスターを務めております。本日はよろしくお願いいたします。今回は就活相談企画ということで、ちなりんさんの方から悩みの方があるということで打ち明けていただけたらなと思ってます。簡単な就活の状況をお伺いしてもいいですか。周りの状況とかも合わせてお聞きできたらなと思ってます。私自身の状況としてはまだスイッチが切り替えることができてないというか、そもそも就活を意識しだしたのがつい最近、本当2月の終わり頃なので、スタートがみんなより遅れてしまってて全然進められていなくて、周りのみんなは割と公務員試験を受けるために勉強していたり教職を目指してる人が多くて、周りの身近な情報っていうのも得ることができなくて、もはや何をすればいいのかわからないという領域にまで来てしまって、これからどうすればいいかなという相談をしに参りました。いわゆる平凡な大学生活といいますか、ただなんとなく大学生活を過ごしてきたので、エントリーシートに書けるような強いエピソードがないんですよね。なので何を書いたらいいのかわからないっていうのが一番の悩みです。イエスとか面接で言える強いエピソードがないっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、強いエピソードとかっていらないと思うんですね。イエスとか面接って何を聞いてる場合かって言ったら、ちなりんさんはどんな方ですか以上なんですね。それを表現するために何らかのエピソードだったりとかみたいなものがあるだけの話なので、例えば、まあ、お伺いしますけど、ちなりんさんは自分の特徴って何かこう意識してるのかありますか。計画性がある。例えばね、そういう計画性があるっていうことを示すようなエピソードとか、日常生活でも全然いいんですけど、どんなものがありますでしょうか。例えば資格試験取ろうとしてた時期があるんですけど、はいはい、ちなみに何の資格ですか。TOEIC とか韓国語の試験とか2ヶ月ぐらいかけて勉強したんですけど、1週間ごとに計画リストみたいなのを作って、今日は何を何時間やるみたいなのをリスト化してあらかた実行することができて、試験にも合格することができてというっていうので、ね、いいと思うんですよ。計画性があるというのが言いたいことじゃないですか。それを証明するようなものが1個あって、できればその1個が言ってた強いエピソードなんだったらもう1個でいいし、そうじゃなかったらというようなこととかこういうようなこととかで計画性っていうのは出てます、以上でいいと思うんですよね。こんなに強いエピソードがなくても全然いいっていうぐらいですか。学生さんの成果って社会人から見たらあんま変わんない感じがそもそもあるので、強くなくて全然いいと思います。むしろ滑らない話みたいな感じで受けるとか刺さるみたいな言いたくなると思うんですけど、誰が見てもあ確かにそれは面白いねっていうようなところで頑張れた経験って実は意外と刺さらなくてですね、それよりももしかしたらさっき言ってたような試験勉強の時にものすごい細かく頑張ったぐらいの話の方が仕事では重要だったりとかするので、むしろどっちが刺さるかって言ったら今みたいな話の方が刺さるかもしれないなと思うんですよね。こんな話だったらいっぱいありません。そうですね。ですよね。だからそれで埋めちゃえばいいと思うんですけどね。同じ通りで、どうしてもネタ見せ合戦みたいなことになっちゃうんですよね。強いエピソードってその強さを勘違いしちゃう方が結構多くて、珍しいとかすごいとかって言われるようなエピソードを出したがるんですよね。人事の人が聞きたいのって、この人はどういう性格でどういう行動をするような人なのかなっていうことが知りたいんですよね。そうなってくると、実はそんなすごいことよりも日々の日常にすごい転がってるわけです。なぜかといえば毎日生活してることにその人の本来の性格とか行動がやっぱり散りばめられてるわけ。毎日毎日心がけていることだとか、日々こう努力していることだとかっていうことに実は仕事の親和性があって、人事の人たちは実はそこがすごい聞きたいんですよね。あとはそれを企業側がプラスと取るかマイナスと取るかニュートラルと取るかっていうのは、それは企業の求める人物像によってきちゃうので、でもそれはもう企業との相性なので、計画性だったら計画性を打ち出した方がいいのかなというふうに思います。強いエピソードじゃなくて、日常の中で自分の強みが生かせたような小さなエピソードでも大丈夫なんですね。
とはいえですね、他と比べちゃうっていうのがリアルなところだと思うんですよね。やっぱり就職活動って枠の取り合いじゃないですか。ここら辺ってあんまり周りで比べない方がいいんですかね。確かに計画性リーグみたいなのがあってでその中で順番がもちろんねあるとは思うんですよね。ただ全ての能力って中央ぐらいで良かったりもするじゃないですか。高ければいいってもんでもない。そうか、勝ち負けじゃないってことですね。異常クラスの計画性がある方がいいっていう仕事だって多分あると思うんですよね。そうじゃなかったらちょうどいい計画性っていうのが多分ある感じだと思うんですよね。っていうのがまず一つ。ただどれぐらいのレベル感なのかっていうのが伝えること自体はすごく重要で、そのぐらいの計画性だったらうちとちょうどいいよねとか、そんなに計画性ありすぎるんだったらうちみたいな日々計画変更がね行われる会社にはちょっと合わないよねとかっていうような、そんなジャッジをされるので程度は言わなきゃいけないんですよね。伝え方の部分は工夫しがいがあるっていうことですね。じゃあもう周りと比べなくていいっていうことですね。あと企業は何か1個に要件を絞ってるわけでも何でもないんですよね。計画性がすごい高いからといってじゃあ採用するかというとやっぱそうではなくて、それ以外のところも見ていくのでバランスってとっても大事なのと、あとそもそも比較ってやっぱりなかなか難しいわけですよ。計画性一つとっても計画性がすごい高い人とそうではない人、そうではない人ってなんとなく人って判断できるんだけど、高い人っていうのは特に面接官自身が計画性がそこそこ持ってないと自分以上の能力ってやっぱり測れない。となると面接官の能力にも依存してしまうんですよね、比較対象っていうのとなってくると、そういったところは意識することはなくて自分なりに心がけたことっていうのをしっかり伝えていく必要はあるんだけど、やっぱり抽象度高いともったいないので、計画性っていう言葉自体もどうしても抽象度が高くなっちゃうので、それに対して具体的にどういったことをしたのか、どういう観点でどういうプロセスを歩んでいったのかみたいなことをしっかり説明できると、確かに言う通り計画性があるなということが伝わるので、大事なのは計画性があるのかないのかっていうよりもきちんと自分が伝えたいことを伝える、そのためにはどういう順番でどういう話し方をしたらいいかなっていうことに注力した方がきっといいかなっていうふうに思うんですよね。結局本当にその計画性を持ってるかどうかっていうところがすごい大事で、イメージできるかどうかっていうのが大事ですよね。本当に相手にちゃんと頭の中にあるものをイメージしてもらえるかどうかっていうところ、学生さんが分かりやすいと思うことと企業側が分かりやすいと思うことがずれてるんですよね。学生さんは簡潔に抽象的にポイントだけを伝えると分かりやすいと、こっち側は具体的なシーンがイメージできるかっていうことが分かりやすいっていうことだったりとかするんで、全然真逆ですよね。この辺を気をつけた方が多分いいと思います。エントリーシートに書けるような強いエピソードがないっていうことで相談させていただいたんですけれども、エピソードの強い弱いじゃなくて日常の中で自分の強みが活かせるようなエピソードを具体的に企業の方に分かりやすく伝えるっていうことを念頭においてエントリーシートに書く内容を考え直そうと思いました。今のお話を参考に視聴者の皆さんも今あるものをよりよく伝えるとか過不足なく伝えるっていうところにちょっと時間を注いでみてはいかがでしょうか。後編でちなりんさんがですね模擬面接を受けていただくということで、こちらはですね新潟就活チャンネルの方に上がってるのでよかったら見てみてください。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今回は模擬面接企画ということで、どういう課題があってそれに対してどう解決して、その解決の方法をどうやっていったのか、思考価値観に根っこが生えているかっていうのを見る。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。